こんにちは、沙織です。今日はサステイナブルなブランドリフォーメーションからね、買ってたドレス3着が届きました。お友達の結婚式がもう来週なんですけど、いやこの3着のねどれかが似合えばいいなと思うんですけど、なんとこのリフォーメーションってブランドは結構ね、テイラー・スウィフト、セレナ・ゴメス、カイリー・ジェナーとかがね来てるんですけど、本当にサステイナブルで、サステイナブルなのにめっちゃおしゃれっていう、しかもねリーズナブルです。私からしたらまあまあちょっと高いけど、とてもいい生地が安く買えたりします。ちなみにね LA 発LA 発のブランドなんですけど、サンタバーバラにはねお店がなくて、なんかオンラインで購入したので、試着して合わなかったら返品するという形になります。アメリカはね結構返品めっちゃみんなするんですけど、日本でもでも合わなかったりするよね。そうなんかね、オンラインストアで CO2、 水、廃棄物が自分がこれを買うことによってどれぐらいねセーブできたかっていうのがね見れるんですよ。私も購入してからメールが来て、あなたはこれだけ地球にいいことしましたよっていうお知らせまで来ました。なんか製造工程や会社運営で出たゴミは 75% リサイクル、パッケージはプラスチックフリー、多分この中にドレス3つ入ってるんですけど、まあね、私今回シルクのドレス買ったので薄いってこともあるけど、多分ピョンピョンピョンってもう入ってんだろうね。工場労働者の人権安全、賃金を保障、 65% がブランドが拠点を置くロサンゼルスで製造、メイドイン LA です。だからね、他にもね素晴らしい取り組みをね行っているそうです。日本ではね店舗はないんですけど、オンラインで購入できるみたいなので、もし今回の噛んじゃった。もし今回の私の動画を見ていいなと思ったら、オンラインストアね、ぜひぜひ見てみてください。それでは着てみたいと思います。なんかね、とにかく私の身長が 5'1 なんですよ。156cm。でもモデルが多分ね 165cm 以上とかの人が、この私が今回買った一番ちっちゃいサイズのドレスを着てたの。なんかあまり長いドレスを購入しないで、モデルの足首上くらいのドレスを買ったんですけど、どうかな。お、これがね、返品の仕方が書いてあります。ここでしょ。おお、すごい、3つドレスがちゃんと薄っぺらく入ってた。今回はね、28歳ということで大人っぽくねシルクなんか着てみたいなと思って、3つともシルクのドレスを購入しました。それではね、似合うといいな、着てみたいと思います。ウェブサイトに載ってたモデルともね比較して、私の身長の低さもね楽しんでください。もうね1着目で一目惚れしちゃってるんですけど、どうですか？ちょっとね、カバンとかはきらびやかしたのを持ってなくて、これボッテガのウエストポーチなんですけど、ここのなんていうの、紐部分を取ってクラッチにしてね行きたいと思ったので、今回はなんだろう、落ち着いたドレスを購入したんですけど、ちょっと足元も見えるように、よいしょ、こんな感じです。ここにちょっとスリットが入ってて、かわいい。似合うよねこれ。どうですか、いつも黒のピンヒールで。でシルクもすごく薄くて素敵。いい、これ、いいじゃないですか。なんかこれで決まり。まあ次も着ていますけど、こんな感じです。いい、ちょっと待って、はい。残念です。秘宝、これ超かわいいのに
一番ちっちゃいサイズでも私には長すぎます。もうね、引きずってるのよ。下見えないよね。でもブラウンで可愛いんですけど、ちょっと携帯でね、携帯で撮った動画をここに流しますけど、残念、これはね、ダメです。可愛いのに、すごい引きずってます。ヒール履いてんのに引きずってる。着るならね、カットしてもらわないと着れないです。これは、しかもちょっとぬいぐら見えてるこれは残念ですね。よかった、3着買っといて。これも秘宝ですかね。ちょっとなんかいろんなところがダブダブすぎて、なんだろう、ジッパーチャックとかもなくて、スポンって切るやつで、もうさ、ここがまず胸ないから危ないでしょ。で、なんかぬるい、可愛いんですけど、長さもね、いい感じです。モデルの人はね、短めに着てたんだけど、すごい可愛いけど、やっぱり一つ目が似合ってたのかな。皆さんどう思います？私のテンションもやっぱ一つ目の方が高かったですよね。やっぱりさ、体型が違うと違うよねこれはすごい、なんかネットで見た時可愛かったんだけど、私は1個目が似合ってたかなと思いますな。明らかに大きいよね。どう？私のマインドの中ではもう1つ目って決まってるんですけど皆さんはどうですか？お直ししようと思えばね、全然直せるお友達がいるので頼めるんですけど、どうですか1,2,3 皆さんはどれが良かったですか？今日はこんな感じの動画ですけど、ここら辺で終わりたいと思います。次ね、実際に結婚式の日に動画を上げるので、その時にどのドレスを選んだか見れると思いますが、もうバレてるよねきっと、多分もう決めたもう決めたと思いますが、次のね、結婚式動画も楽しみにしてもらえると嬉しいです。多分ね、どのドレスもアメリカの結婚式は着ていけるんですけど、私自身もアメリカの結婚式が初めてなので、他の参加者、ゲストたちがどんなドレス着てるのかをね、次回は撮影していきたいと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントで応援ぜひぜひよろしくお願いします。アメリカの結婚式出たことある人はね、なんかアドバイスあったら教えてください。初めてでドキドキしていますそれでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。